どうも、山崎亮です。あと、はい、セメントプロデュースデザインの金谷と申します。金谷さんと今日はご一緒させていただいて、はい、あんまりだからきっちり喋ったことはなかったけれども、はい、今日だいぶ久方ぶりなんですよね、お会いしたのが、ね、そうですね。あれ何年前でしたっけ。だもう7年6年た、なんだろう、ちょうど僕の前に山崎さん登壇されてて、はい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 、次僕っていうタイミングでちょっとご挨拶させていただいてまあお仕事はね、僕もあの、はい、うちのスタッフとは実は山崎さんのスタッフさんが、はい、あの同級生じゃないと、同級生というか一緒に住んでルームシェアをしてて、ルームシェアをしていた非常に仲良しだったこともあって、はい、お仕事で今回はそうですね、金谷さんたちのお仕事のところに僕らも呼んでいただいて、はい、今日は、奈良県の三宅町というところのこれミーモという、ね、新しくできてまだ今一般の人入れるか入れないかぐらいのところに今入れていただいて、今日そこであの、まあ、2人で喋らせていただくというトークがあるその前ですね、はいはい、前室で ここであれですよ、気合い入れて喋っちゃうとあとどうなるみたいな感じで申し訳ございませんここで燃え尽きて後でふわふわになってほしい不安になって関西、関西でいらっしゃる。関西ずっと関西ですか。僕大阪、そうですね、もともと生まれは吹田市、大阪府の吹田市生まれで、はいはい、北の方ですね。そうなんですよ、うん、で豊中市育ちの城東区、大阪市城東区なので、どんどんこう、どういうか中心部に近づいていったのが、そうですね。でも大学出て就職して2社勤めた後、今の会社を作ったのが28歳で、28歳、早いですね。3000円しかなかったんですけど実家に帰りまして、スタートして一人でスタートしたのが、もうあの実家の、はあ、お袋に覚えてますね。なのでちょうど今皆さんがあのオリンピックでよくお名前聞かれてるかもしれない、電通の下請けをやってたプロダクションに行って、なるほど、ボーナスも3回出て、はい、でも給料もぼちぼち良かった時に、はいはいはい、まあ、辞めたことにお袋はガチギレしてまして、ガチギレして、あの、まあ、普通あのね、俺は来月から一人でやるんだよ、はいはい、お袋に言ったんですね、まあ、うんうん、そしたらまああの大体こう2つぐらい想定問答を予想してたんですよ、まあ、一番は大丈夫なんかみたいな、確かに、ね、うん、もう一個は、まあ、頑張れよなら、あ、そうですね、応援でしょうね。そうなんですよ、はい、その2つ、ね、大体想定してますよ ね、うん、皆さん大体、うん、まあ、洗い物してるお袋が振り返りざま僕に言った言葉がですね、お前に何ができんねんってすごいでっかい声で怒られましてあの予想しなかったで、ね、返答に困った確かに確かに想定問答が入れあると何ができんねん言われたら、そう言われたら何かで何ができるか分からないですよと思いながらもう敬語になっちゃうからねすいませんみたいな。それ28歳の10月ぐらいですね。そうか、しかし冷静になって考える、まあ、自分もあの親になりましたからね、うん、それで、まあ、あの息子たちももう20歳にも近づくというようなことになってくるとですよ、うん、冷静に考えたら確かに兄何ができねんって言うけど、お前が育てたんやろって言いたくなりますよね。お前から育ったんやろ、お前から育ったんやろって。うちの親父はもともとその昔だから生地問屋か生地商社をやってたみたいだったん で、 でそれでまあ自主廃業という形で、僕が小学校6年生ぐらいの時に辞めて、なるほど、でまあまあ勤め人になったんですけど、うん、おふくろにしたらそのやっぱりその時代のことがあったんでしょうね。かそうか、だからなんせその自営業ってことに対してあんまりイメージが、はいはい、ああそうかそうか、甘くなかったんでしょうね。不安定だしね、はい、ちょっと怖いところがあった、はい、なるほどね。それが先ほどのセリフに、せっくんはボーナス3回出るのに安定した職場を。でもご自身でやられる会社の名前がセメントプロデュースデザイン、はいはいはい、セメントそうなぜセメント、ね、これいろんな人に聞かれるんですけど、うん、そもそも僕はあの実はプロレス大好きなんですよ。ああ格闘技とかなんですが、はいはい、もうそれこそあの山崎さん世代一緒なのか、僕の時はタイガーマスクが金曜夜8時にテレビに出た時代だったんで、もうプロレス最高と思って、うんうん、1時間であの試合が全部終わることに何の不思議も思わず真剣に見た1時間1本勝負4本ぐらいあるけど、1時間番組の中で全部収まっているけど、まあそれぐらい、まあ、当時は好きで、うん、で社名をつける時もなんかいろいろ悩んだんですけど、実はセメントってプロレス用語の仲間の隠語なんですよ。真剣勝負ってこうガチでやるっていうのをセメントマッチっていうんですよね。そうなんだ、なんか真剣にプロデュースとデザインをするっていう、そういうことか。ただ皆さんあのセメントって最初は電話新規で営業していくと建築屋さんとか、確かに施工の方のそうです、だから調べたら大体住友太平洋か
秩父か。そう思うな。出てこないですよ。ググっても。はい。なんか水セメント比みたいな。後々だからこうつなぐって意味もあるんだなとか知っていくんですけど、まあ、実はもうそのなんプロレスファンの方は、うん、あもうすぐ多分そうじゃないかなっていうふうに金谷さんってプロレス好きですかって聞いてくる人もいらっしゃるんですけど、なるほど。そう、それみんなに言われて、うん、社員もだから今ほど、ね、会社としては皆さんが業界的にも知らない時代って、特に地方地域のお仕事だとまあご存じないじゃないですか、うんうんうん、おまけにまたプロデュースとかデザインっていううさんくさ、ま、横文字ですしね、地域さんうさんくさワード3ワードあるんですけどコンサル、プロデュース、デザインってこう地域の人がこうなって思う3ワードのうち2つ入ってしまってる社名なんですけど、なるほど。でそこへまたセメントってわけわからん名前が入ってるからえってなりますよね。なるほど。私はね、業界内ではそんなま変わった名前も多いじゃないですか。確かに確かに、うん、僕らも山崎さんもそうですけど、そうですね、そうです。別にあの山崎なんとかなんとか事務所みたいな名前は意外と少ないじゃないですか。少ないですね、少ないですね。僕らの時になんかそういうのがまあ多かったですけど、地域行くとね、うん、やっぱり、うん、そうですね、みたいな作戦みたいな、なんか変なもの売られるんじゃないか的なね。今日ですらこの後なんか臭いやつ来たなみたいな、帽子でメガネと横文字の名前でみたいな、いやいや意外となんとか設計なんとか事務所のまあまあそれはそうですね、それは硬いですね、それはね。確かに僕らもスタジオ L とかコミュニティデザインとか言ってもうさんくさくてうさんくさくて、環境設計なんとかって言ってもまだまだギリギリなのが、そうですよね。でセメントさんは今年、はい、21年目なんです、21年目ですよね、うん、先ほど名刺いただきました20年の時のあの、ね、去年だからちょうど毎年名刺を変えてて、あの国旗のサイズにあれ去年してた、はいはい、赤いやつが日の丸がついてるね、はい、金色の、そうそう、あれ金メダル、はい、素晴らしい。ちょっとラグジュアリーな感じの名刺をいただきまして、まあ、あれも実はあの活版印刷のお仕事の技術をそのまま全部、はい、うん、なるほどね。なんかその立ち上げ当初とそれから最近では仕事の進め方や内容は変わってこられましたかって、めちゃくちゃ、ね、あの僕は質問というよりも本当そう感じたんですよ。何か金谷さんたちのお仕事が、まあ、ウェブサイトを見せていただいたり今までのやつとかを見ているとやっぱりだいぶ、まあ、こうおこがましいけどすごい近くなってきたなっていうか、僕らはもちろんああいうプロデュースできないですし商品に詳しくないんですよ。あのもっと全然こう泥臭いああいうことをやってたんですけど、何かこの町工場の方々とやられたりみんなと一緒に何かやっていくっていうあたりが、みんなの意見聞きながら考えていくってあたりが、俺はちょっと近いんじゃないかと思うようになってきたんですけど、この21年でのこの変化のようなものは感じられていて、はい、一体それはなぜなのかとかは、ああなるほど。なんか一番最初、うん、ちょうどだからあの5年おきにやっぱり会社の事業体がだんだんこう 体質変化というか、やっぱ、まあ、もちろん世の中も変わってきていることもあって、まあ、なんか5年おきにちょうど体というか会社自体は事業の棚卸ししているような感じがイメージ的にはここはあるんですよ、まあ、それは意識的にしているのももちろんあるんですけど、意識したからできるわけでもないんでしょうけど、うん、当初だからまあ最初の5年ぐらいっていうのはそのいわゆるデザイン集団みたいな、そうですね、まあクリエイティブ集団みたいなこうくくりで取材とかされてはいたんですけど、まあその次の5年がちょうどこうデザイン会社とか、まあそういうまあデザイン制作会社みたいな文脈になり、でその次の5年ぐらい、ちょうどここから5年前あたりぐらい、ようやくそのまあデザインとかプロデュースっていう、まあプロデュースって文脈の方が少しやや強くなってきてるのかなと思うのが、今までですとその都市部の頼まれた仕事を設計してやってたことが、うん、まあ、自分たちがまあ地道にやってたあの、まあ、自分たちも下請け事業者なので、うん、自分たちなんか作ってやろうかみたいなことがだんだんと必要とされてる人たちが集まってこられて、まあ、そこでまあ自分らがまあ伴走していくような、うんうん、今までだといただいてやるっていう形だったのが、うん、一緒に考えてやるみたいな図式になりだしたのがこのちょうど5年ぐらいで、うん、で僕はちょうど今年来月50歳なんですけど、うん、でもう次の10年が多分僕のラストタームというかこの会社における自分の活躍できるラストタームになってくるのかなと。働くとはまだねやるんでしょうけど、はい、この感覚というかね、感性というかね、そうですよね。なんでちょうど、まあ、うちの今の2番目の役員の人間に、うん、まあ、そうするとルームシェアしてた、うん、あの彼なんですけど、今、まあ、僕は今役員でその次に事業承継はもう彼にしていきたいなと思ってまして、なんか多分自分たちの次、まあ、僕はよく言ってるのはそのデザイン制作会社で終わりたくないってずっと言ってるんですね。
まあ、自分たちとしたらそのデザインの可能性とか自分たちのやってることのなんか可能性どこまでいけるんだろうかっていうのをすごい模索はしてて、うん、それがちょうど今やっぱりこう地域ととか、まあ、そのものづくり企業とか、うん、まあ、そういった人たちとなんか一緒にやりだした一番のベースは一番最初に戻るんですよ。やっぱり自分たちにもらってた仕事をくださってた方々って誰だっけってなると、はい、まあ、ものづくりされている製造業の方か、うん、まあ、流通に携わっているような会社の方々から僕らカタログとか、そうなんですよ、まあ、ウェブサイトとか、まあ、またまたパッケージとかそういう仕事をいただいているわけですよ、ね、なるほど。まあ、ちょうどそういう会社がどんどんこの 5,6 年の間にいろんなことがあって、うんうん、リーマンショックがあって、はい、まあ、海外にね買収されている企業さんが出たりしてくると仕事がそもそもバッとこう減ってるわけですよ、ね、確かに。まあ、自分たちで次の仕事も作っていっとかないと、はい、この今いる僕らの後輩も食べようと思っても食べれないんじゃないかっていうこと、で今度その出し手になりそうな方々もどう出していいかとか、うん、僕らみたいな人たちと、まあ、山崎さんも僕らもそうなんですけど、全然異業種の人たちと彼らどうやって組めばいいのか分かんないですよね、分からないっていうのと、確かに、で僕らもその仕事くださいってそのお金のない人から無理やりもらえるかとかもらえないわけで、確かに。じゃあ需要創出何かってなると、この人ら稼いでもらって僕らも稼いだらいいっていう状況を作れれば、これずっとぐるぐる回転するじゃないかって。なるほど、うん、でやってる間にやっぱりいろんなこう行政の方々とつながっていったのがこの10年ぐらいなんですけど、それこそね日本って300何十万社あって、うん、20人以下の会社が330万社なんですよね。ほとんどだ。そうなんですよ、はい、でもこの20人以下の会社ってもし 1% でも1年間売上を上げれる活動を、まあ、1万社とか2万社のこうクリエイティブ文脈の人材が頑張ったらものすごい経済的うねりを僕は思うんじゃないかな。確かに自分たちも子供がいますから、うん、ちょうど多分山崎さんうちの子はおそらく社会人デビューする頃に、うん、今うちの、まあ、僕らが雇用しているスタッフたちが多分僕らぐらいの年齢になってるんですよね。その頃に多分社会人デビューしてくるはずなんですよ ね、 そうですね。その時に腐ってないような状況を作ろうと思うと、うん、もう別に別荘欲しいと思ってらっしゃるでしょうし、僕も別にね、なんか高級会社乗りたいとか思ってないんで、あとあと自分の残されたこの時間って何に使って面白いかなと思うと、全力で仮に僕らが日本の今の事業のために思いっきり全力でやったら、その300万社中何万社ぐらいまで救えるのかなとか、バカみたいなこと考えたんですよ。するとだからもともとまあね、そのかつて、うん、まあ、仮にかつて中小企業元気だったとしましょう、はいはい、その今よりは元気だった時、はい、そういういわゆるデザインの部分を頼まれていたなと、はいはい、その後時間が経ってきて今思うと、うん、まあ、その人たちと一緒に商品開発したり売りに行ったりするということをやり、うん、でここがやっぱり元気になっていけばこうやってもう一度デザインを出すということも健全になってくるだろうと。これしかしそういうふうに事業転換していった時、うん、理解してもらえるもんですか、そのカタログのデザインとかチラシのデザインとかウェブサイトのデザインやってくれるんでしょって大半の会社思うじゃないですか。だけどちょっと違うんだよと。 そこはやっぱり結構説明をしなきゃいけない。そこそこなので自分たちが作って売ってきてるっていうのをやっぱ見られてる方で、困ってる人たちってやっぱその道しるべが全くないんで、今おっしゃる中小企業さんって、まあ、仕事出すのに慣れてる方々って、うん、都市型の、まあ、企業さんがそうですよね。だから、まあ、企画部があって、うん、デザイン部ももしかしたらあるかもしれないような会社から僕ら依頼を受けてきてたんですけど、うん、でもそういうものを一切持たない、まあ、下請けの事業者さんで、うん、まあ、どういうことに、まあ、どういう方に何を頼めば自分たちの次のステージ作りできるかっていうのを、うん、頼める会社って調べても分からないです。何の検索キーワード入れるのかも分からない。でもデザイン会社って入れても多分違うでしょ、希望する文脈に出会わないじゃないですか。うん、出会わない、うん、そう、うん、でシンクタンクさんとかはどちらかというとそういう一般の企業家さん、事業者さん、中小の会社さんからするとちょっと縁遠いですね。確かに大企業相手にしてるからね。そうなんですよ、ね、そうなると僕らが今ちょうどやってる中小の、まあ、本当20人以下の、うん、事業者さんで下請けで まず食えてるんだけどとか、食えてないんだけどとかっていう人が織り交ぜて、その20人以下の会社の300万社のほとんどは下請けで自社商品も持たない、顔の持たない企業さんばっかなんですよね。でそういう人たちってどうやっていいかと悩んでる中で、まあ僕らがつながっていったのが、まあこの20年前から自分たちで実はものづくりして売っては失敗しをずっとやってきた中で、まあその方々とも出会いだしたんですよね。
で、その時に初めて僕はその最初はその東京や大阪の大きな企業さんのお仕事をもらってやってた流れで、はい、同じ年代の人たちはこういう仕事をしている人たちもまだまだ日本においてこんな状況になってるんだっていうのを、その東京はね、言っても東京のいわゆるそのオフィスで打ち合わせをして仕事をする関係では全然気づかなかったことに、田舎、地方とか地域に行って愕然としていくんですよね。同じ、まあ、言えば同じ年に生まれた人も今こんなことで悩んでるんだとか、そうです、ね、親から継ぎましたとかね、そうなんですよ、あ、どうしたらいいか分からへんけどどうしたらいいんですかねみたいなとかな。その時にいやもうブランディングとかデザインとかっていう言葉ってもう言語周波数は合ってないわけで、言わない、言っても分からないじゃないですか、具体的にイメージできない。そうなんですよ、ブランドってルイ・ヴィトンのことみたいなこと言われるじゃないですか。そうなりますね。いや、そこが、あ、そうなんだと思った時に、で、自分たちも下請けの事業者のある種側面があるわけですよね。いただいて仕事をしてるわけですから、じゃあ僕らはものづくりに関しては彼らよりは最短距離ではいけない、でも一緒に僕らもまあ地域の下請け産業としては何か作って表現していきたい時に、彼らとパートナー的な動き方できれば僕らは作ることはできない、彼らは作ることはできる、でもどういうものを作ったらいいかって知見は薄い、僕は売ることと、そこの部分の知見は持ってる、一緒に組めば歯車は噛み合うんじゃないかっていうのが、ちょうど10、まあ、20年前からちょこちょこやりだしてたことが、もう本業の傍らやってたんですよね。でそれがこの10年ぐらいが急にやっぱガラッと変わり始めたのは、同じ下請けのような立場の方々がそれどうやったらいいのみたいな話になってきたのはこの最近で、認知されるようになったわけですね。へー、その大きな企業とやっているというと本当に、まあ、いわゆるデザインの部分だろうけれども、小さな企業の人たちはそうやって外に頼むということすらもう思いつかない、思いつかないですね。どうやって出会っていったわけですか。いや、まあ、一番はでもやっぱりその口コミもありますし、その職人さん同士の口コミもありました、うん、もちろんテレビとかね、雑誌、新聞、メディアに取り上げていただいた時もありますけど、まあ、去年ちょうどだから僕らの3月にカンブリア宮殿さんで出させていただいた時に、実は多かったのは、まあ、会社的には今厳しくないんだけど未来設計に悩んでる会社が実は問い合わせがとても多かったんですね。そう、でそのほとんどが僕らが知ってるような仕事をしてる下請けさんだったんですよ。なるほど、はい、おもうコンビニの棚に並んでるあの商品のあのガラス部分を作ってるんだとか、まあ、ちょっと言えないんですけど、皆さんが見てるあの絶対セミナーで使うプロジェクターのあの部分作ってる人なんだとか、あ、そうかそうか、みたいな。だからやっぱり人数は300人とか200人いるんだけど、はい、次のやっぱ未来設計したいっていうのはみんなその顔がないんで、うちの仕事はこんなことやってる会社なんだぜってこうなかなか言えないような。確かに、うん、なんかそういうところとものづくりしたいっていう話も増えてきて、最初はやっぱ食えない会社にしては売り上げ上げたいっていう会社はもちろん多いんですけど、そういう会社は目的が次のこう人を雇用するための顔作りもいるんですよね。ウェブサイトに書けないんですよ、アップルの何々やってますとか作ってますって言えない。そうなんですよ、エプソンの下請けやってますとか、うちはあのスカイツリーのこの部分を作ったんですよとか、まあ、スカイツリーぐらいだったら口頭で言ってもあれなんでしょうけど、まあ、企業費が絡むようなそうです、ね、このカメラのこの部分うちの製品ですとかは言えないんですよね。でもお父さん何やってるのってこの部品何なのって言われても、要は説明みんなが社員さんもできない、まあ、そういった人たちとなんかものづくりしだしたのがやっぱこの何年間がとても増えたのはありますね。そういう人たちは今まではやっぱそうやって組む相手がいなかったわけですか、ね、いや思いますよ、特に下請けの、まあ、孫請けだったりもしますし、そうですよね、存在をしない、知らないじゃないですか。そうか、まあ、さっき言ったプロデュース、コンサル、デザインってそのくせえと思ってるからねえ、なんかカタログデザインするとかパッケージ作る人ってそもそも印刷会社さんがやってたんで。そうですね、そうですね、中にいましたもんね。そうなんですね、だからそのデザインって文脈においては同じ意味にはなるんですけど、彼らが言うデザインしてほしい人はその人たちではないんですよね。確かにそうか、じゃあまだまだお仕事の相手は潜在的にはめちゃくちゃいますね。いや、いると思います。何百万社いますね、はい、ただお金はないかもしれないどうしていくわけですか、お金ないんやけどって頼まれた時は。だから山崎さんとも一緒だと思いますけど、ね、じゃあお前米で払え急に江戸時代に戻るみたいなまあ僕らで言うと自社で販売をするっていう仕組みも作ってるので、まあ、最悪はその我々で販売をして売っていく利益からぐらい収益を取るっていう、なるほど、
なお互いの名前も売れるし、僕らもそのために売れるものを僕らも考える。確かに。だから彼らにしたら売れるものを考えてくれるんだろうかって不安は少なからず、僕らは作って売ってるんで、うん、その不安って一番実はデザイン会社さんに頼む、そうです、ね、開発の一番不安要素の一番なんですよね。デザイナー先生はかっこいいものに言ってくるけど、はいはいはい、これ売れるのかどうかはデザインフィー払ったら関係ないわけですからね。急にいなくなるじゃないですか。確かに。その卒がなくて、ね、愛のない行為を卒がなくて愛がない、はい、でもそこじゃないと、うん、自分たちも売るからね、はい、ああそうか。じゃあこれからますます楽しみですね。何百万社のうちの先ほどおっしゃったみたいに本当に何パーセントかでもね、ちょっとグッとこう力上がってくれば日本の中小企業も変わるし雰囲気変わりますよね、きっとね。だから自分たちのやってるやり方の一部というか、まあ、あの2017年に本を出した時もそれを公開をしたんですね、うんうん、で公開することも別にもう僕はいいやと思ってて、うんうん、要はもうみんながパクってくれたらいいじゃないですか、やり方を。なるほど。だってね、例えばお互いそうですけど青森の端っこの、ね、予算5万しかない人どうあがいても僕らは救えないですよ ね、まあ、Zoom がもちろんあるけれど、でもやっぱ現場がね、そうなんですよ。じゃあその地元で5万で助けれる人がいるはずだから、はい、その人がまあ例えば僕の本見て、はい、この通りやればいいんだみたいな、はいはいはい、いいですね、うん、と思ったんですよ。それがまあ言ったら世の中300万社あってどうあがいても、うん、僕で山崎さんで死ぬほど頑張っても絶対救えないじゃないですか、はい、あと10年ですか。ですよね。もし3000社ならなんとかなのかなってことなんですよ、うん、まあ、だったらノウハウを教えないかなってことなんですよ。ずる。でも300万ですからね。ってことは、うん、デザイン会社が例えば、まあ、1000万社頑張ったとしても1人3社を確実に利益を上げる企業を1年間に3社やらなかった、うん、確かにそうだ。それだけでもまあまあ大変ですよね。大変ですよ。1人3社やから。そうですよね。ところが僕ら規模の会社って意外と人数がまだまだ少ない企業で、はいはい、うんうん、やっぱりどうしても一人でやってる会社が圧倒的に多いし、ね、さっきの、ね、広告代理店さんの下請けやってる会社もまだまだ多いんで、まだその需要と創出と関係していく関係にはまだちょっとエンジンかかってのようやくこの、ね、地域とかっていう多分お話もこの5年ぐらいちょうどなんか ね、コミュニティデザインとかもそうですけど言われだしたの最近なのかなと。そうですか。そうか。じゃあますますこれからセメントプロデュースデザインのこれからも楽しみですね。どんなことか。でもエルさんの方が僕面白いなと思って見てますけどね。そうですか。いや米でもらうってなかなかアバンギャルドですけどね。アバンギャルド。だってスタッフさんにじゃあお前は3升ねとかお前は1升ね。どうせ食べるんでしょう。江戸時代やないですか。これあの税務署にはもう払わなくていいからね。米だから。そうですね。脱税してないですか。そうそうそう、脱米はしてるかもしれないですけど、ね、年貢じゃないんで今はね。そうですよね。じゃあ君は人参2キロね。2キロ。君は1キロ。そうめっちゃいいですよ ね。僕それすごいなと思って。管理大変でしょうね。ね、腐る経済ですからね。そうですか。はい、どうもありがとうございました。